東京でタイ料理教室をしております。ゆるっとインスタライブ今晩も始めていきたいと思います。よろしくお願いします。この配信では、レッスンではお話ししきれないようなタイ料理にまつわるお話、タイのハーブの話とか食材の話、あとそうですね、あの野菜の話とか、をさせていただいております。夜はですね、ご質問にお答えしているんですけれども、今日はですね、あ、105のペチさんこんばんは、よかったら聞いてってください。夜はですね、こちらですね、じゃん、タマリンドの使い方ですね。タマリンドの使い方について知りたいですっていうことで、いろいろなタイプがありますが、どれを使えばいいですかっていうことについてね、お話しさせていただきたいと思います。タマリンドご存知ですかね。まずね、ちょっとタマリンドについてお話しさせていただきたいと思いますが、こちらの、あの写っている、植物というか、あのになりますね、あのマメ科の植物になります。タマリンドですね、英語でタマリンド、まあ、日本語でもタマリンドなんですけど、タイ語でマカンですねと言います。マメ科の植物が熟したものを使うんですが、あのドライフルーツみたいにちょっと甘酸っぱいんですね。でタイだと、甘いタイプと酸っぱいタイプとあって、この酸味付けに酸っぱいタイプを使ったりするんですね。だいたいあのパッタイの、ソースなんかにもよく使われるんですけれども、じゃあどうやって使えばいいかっていうことをお話ししていきたいと思います。いろいろなタイプがありますが、どれを買えばいいですか、あ、どれを使えばいいですかっていうふうにね、ご質問いただいたので、ご紹介していきたいと思います。まあ、他にももしかしたら私が知らないのがあるかもしれない。だいたい3つのタイプに分けられるかなと思います。ドライタイプと、まあ、ペーストになっているタイプ、それから、まあ、ペーストでも濃縮タイプですかね。コロママさんこんばんは、よかったら見ていってください。今日はね、タマリンドの使い方についてお話ししております。あのパッタイの、ね、ソースとかに使います。あとはあの酸味付けに使うので、まあ、マッサマンカレーに入れたりとか、あとあのドレッシングとかにも、ナムチムジェオとかのドレッシングとかにもカレーの調味料として、あの酸味付けね、レモンじゃなくない酸味付け、まあ、レモンと一緒に使う、マナオと一緒に使う場合もあるんですけど、酸味付けの一つとして使います。で、あの柑橘系の酸味よりマイルドで、ちょっとね、あの梅干しで昔は代用したりもしてたんですけど、あ、うちではあまりしてないですけど、あの梅干しでね代用したりする感じ、ちょっとフルーティーで甘酸っぱい感じですね、うん、これあのすごい脱線してるけど、あの私の生徒さんで、このこれがなんかつまみになるって言って、なんかこれ、あのドライタマリンドをね、すごい一袋ごそっと買ってったことありますね。あのなんだろう、調味料として使わずに、あのつまみで食べますとか言って、まあ、それもそれで OK だと思います。はい、今あの、効能とかはね、あの昔やったんですけど、鉄分が豊富なので女性にすごくいいですね。なので、妊婦さんとか、産後の女性とかにもね、すごくおすすめな、まあ、調味料というか食材になります。で、すみません、ちょっと使い方について戻りますね。で、ドライタイプ、これが一番私としてはおすすめです。なぜなら、保存が効くのと、あとはあの、まあ、あの使う分だけ使えるっていうことですね、っていうのがすごいおすすめです。まあ、ただちょっと、ふやかして使わなければいけないので、ちょっと面倒ですね。そこがちょっと、まあ、デメリットかなっていうところですね。で、これはあの、ちょっと写真じゃ分かりづらいかもしれないんですけど、要は、まあ、ドライフルーツみたいになんかこうギュッと、あのメーカーによってね、種が残ってたりするんですけど、まあ、あのタマリンドってすごい中に大きい黒い種が入ってるんですね。その種を抜いた状態で、まあ、必要な部分だけこう集めてギュッとこう圧縮して、あのこうブロック状にしたものになります。あ、もしなんかね、あの質問とかコメントとかあったら、ぜひぜひ、
書いていただけると嬉しいですということで、これはですね3括弧3倍って書いてありますけど、だいたい使用量の3倍の水でふやかして使うとちょうどいいかなと思います。なので大さじ1のタマリンド汁みたいな、うちはタマリンド汁とか、タマリンドペーストとかっていうんですが、タマリンドペーストを、使う場合はだいたい大さじ3の水を入れてふやかして、でよくなんだろう溶かして、ちょっと揉まなきゃいけないですよね、揉まないと溶けないので溶かして使います。たくさん作る場合は多めに作って瓶とかにね、瓶詰めとかで置いといてもらってもいいですけど、毎日とか使うんであればねいいんですけど、レストランとかでねもうそういう風になってるかもしれないんですけど、レストランというか調理場とかではね、家で使う場合は必要な分だけそうやってふやかして使うといいかなと思います。なので一番のおすすめはこれですね。どれを買えばいいかっていうご質問に関しては、ただ毎回ちょっと戻さなきゃいけないのちょっと面倒ではあります。なのでそういう方にはですね、こっちですね、タマリンドペーストタイプっていうのが売ってます。これもメーカーやちょっと産地で変わったりします。だからさっきのタマリンドを、水分とかあとね調味料とか入っている場合もあるので、よく裏を見てみてください。メーカーや産地で、変わりますので裏を見てみてください。単純に、タマリンドと、水とか、結構な確率で塩とか砂糖とか入っているんですが、それをなんかペースト状にしたものになりますね。もちろんメーカーによるので何とも言えないんですけどです。であとこの間生徒さんに聞いたのはちょっと種が残りすぎててジャリジャリしたっていうのがあるので、メーカーによるんでしょうね、メーカーによるんですけど、本当にメーカーとかその時の製造状況によるんでしょうけど、種がうまく取り除かれてなくて、で要は多分機械でね潰して伸ばして水入れて伸ばしてるので、それでこうジャリジャリのまま種が残っちゃった、種が取り切れてなくて種がすごく入っちゃったっていうね、場合もありますので、こればっかりは試してみてっていうふうにしか言えないんですけど、基本的には裏見て、入ってないものをタマリンドと、水分とかそういうのしか入ってないものを選ぶといいかなと思います。これの場合はタイ産の場合は基本的にはそのまま使えるようになってます。でも保存性考えたら多分ちょっと塩分と、砂糖は入っている気がするんですけどね。であとはインドの方でもこういうタマリンドって使うんですね、調味料で。なのでインド料理に使う場合はもっと濃く使うので、多分タイ料理で使うよりは濃く、濃い状態になっているので、そういう場合は少し薄めてあげるといいかなと思います。これは何とも言えないんですが、ちょっと物によって変わるので、大体インド産だったら2倍から3倍に薄めて使っていいかなと思います。はい。逆にこういうの使ったよっていうのもしあればね、教えていただけると嬉しいです。こういうの使ったけどこれはこうだったよみたいのがねあれば、ぜひ教えていただけたらと思います。でちなみにその時生徒さんはそれ使えないわと思って捨てちゃったらしいんですけど、種ジャリジャリってなったペーストはどうすればいいかっていうと、面倒なんでねやれたらでいいんですけど、種をこしてやれば普通に使えると思いますので、ザルでこして、普通にお使いいただければいいかなと思います。はい、ということでですね、大丈夫そうでしょうか。今日はねタマリンドについてお伝えしております。なんか多分ここにいる皆さんはねタマリンド使ってらっしゃるので、私はこういうの使ってるよ、これが良かったよっていうのもしあれば教えてくださいっていうことですね。で次、あんまり最近見かけなかったんですけど、これがだからカルディさんに置いてあって、これが一番手に入りやすかったですね。最近あんまり置いてないペーストタイプの方が、さっきの1個前 のペーストタイプの方も出回ってるので、あっちの方がいいかなとは思うんですけど、これは昔うちにずっとあったんですけど、梅肉エキスっていうのがあって、それにすっごい似てる真っ黒い液体なんですけど、もうなんかエキスのように濃縮してる感じ。これねインド、インドの、メーカーさんでタミコンだったんですけど、
これだと、まあ、同じなんですが、やっぱり 3,4 倍に薄めてタイ料理では使ってましたね、うん、です。これで作るとね、すっごい濃く仕上がるんですよ、色が。味は大丈夫なんですけど、味は 3,4 倍に薄めてるのでいいんですけど、色がねすごく濃くなりますが、なんだろう、味には問題ないので、普通に、まあ、そういうもんだと思って使っていただけたらなと思います。大丈夫そうでしょうか、うん、これもね結構やっぱり濃いから持つからいいですよね。あ、そう、さっき言ってたその1個前のこっちの方ですね、こちらの方はやっぱりちょっと水分が多いからそんなには持たないです。これそれこそ、まあ、メーカーさんとかにもよるんですけど、そういう保存性上げるっていう意味でやっぱり塩分とか砂糖とか追加されてるっていうところもあると思うんですが、あんまりも水分多くて持たないので、そういう意味ではサクッと使って切っちゃった方がいいかなと思いますね。でこちらは、比較的やっぱり梅肉エキスなので比較的持ちます。全然1年2年ぐらい大丈夫だったと思いますね。まあカビさえ生えなきゃっていうことですけどね、っていう感じですね。なんか質問とかありますか？大丈夫そうですか？はい、皆さんどのタマリンドを使ってます？はい、でまあそんな感じで、私の一番のおすすめはですね、あ、間違えた、私の一番のおすすめはですね、このドライタマリンドです。ちょっと使う時がめんどくさいんですが、やっぱりまあ、そのままのタマリンドですし、なんだ、余計なものが入らないそのままのタマリンドですし、まあ、もちろん入ってないのもねあるんですけど、ペーストタイプのものも、まあ、保存性がある、持つ、必要な分だけ使えるっていうことで、私はこちらをおすすめしております。まあ、面倒な場合はね、ペーストの方を買って、もうペースト状になっているものを買って使っていただけるといいかなと思います。でたまに、うちの生徒さんのみたいに、ね、多分種が残ってる場合がありますので、そういう場合はこして使っていただくといいかなと思います。大丈夫そうでしょうかね。ちなみにさっきの濃縮タイプは全然 種も薄皮も入ってないので、そういう意味では一番、まあ、使いやすいかもしれないですね、はい、っていうことです。瓶のペーストがうちにあります。あ、そうなんですね。なるほどなるほど。どうですか、そのまま使ってます？コロママさんね、なんか入ってたりしますかね、裏側。もしよかったら今度見てみてください。濃縮タイプも使いやすそうですね。私はそのまま使える濃さで冷凍されているものを使っています。へえ、なんか、そっか、冷凍ものもあるんですね。それも瓶に入ってるやつですか？冷凍もパウチかな、冷凍だったらいろいろあるんですね。ごめんなさい、ちょっと冷凍ものに関しては私知らなかったな。そうなんだ、パウチです。ああなるほどね、そっかそっか。冷凍だったら確かにもうちょっとふやかしただだけのやつっぽいですよね、きっとね。はいはいはい、そうなんだ、ありがとうございます。面白い、そうなんだね。ということでですね、今日はタマリンドについてお話してます。あとタマリンドのおやつ個人的に大好きなんで、タマリンドのおやつちょっと好きなものをもしタイに行ったらね、お土産としてぜひっていうのをご紹介しておきます。普通にドライタマリンドはが美味しいです。何にも添加してない無添加のドライタマリンド、この丸いのに入ってるやつですね、これもそのままで美味しいですが、そのタマリンドにさらにお砂糖とか塩とか、あとはね、いろんなフレーバーをまぶしたのがあったりするんですよ。この間お土産でいただいたのが梅フレーバーだったんですけど、梅フレーバーも美味しかったですね。タマリンドに梅フレーバーかって思ったんですけど、まあ美味しかった、まあっていうか美味しかったです。普通にあと唐辛子のフレーバーとかチリがとまぶされてたりとか、あとは何だったっけな、なんか前ねあったんです、なんかいろいろなフレーバーをねまぶされてるのがあるので、それはそれでとっても美味しいですね。あ、羽賀健二さん見てくださってるのかしら、ありがとうございます。よかったらなんかおすすめのタマリンドのおやつありますか？
教えてください、もしねご存知だったら。で、あとはこれ激推しなんですけど、この左のバナナチップスに挟まれたやつですね。これね、これ高いんですけど、なんかちょびっとしか入ってないんですけど、一袋に。これ大好きっていうか美味しいですね。生徒さんに出したらみんな美味しいって言って、なんかこの間もねお出ししたんですけど、今度お嬢さんがタイに行くことになったんで、もう大量に買ってきてもらいますとか言って言ってたりしてね。これは何年前かな、 2,3 年、ん違うな、コロナ入ってからだっけ、なんかね、こう数年前に突如として現れたというか、バナナチップスに、ね、挟まれたタマリンのジャムのお菓子なんですけど、これは美味しいです。よかったらバナナとタマリンで、美味しそう。そうそう、これねアジアスーパーさんにも売ってる時があるので、よかったら手に取ってみてください。あ、タイランドさんはどうだったかな、お菓子とかまで売ってないよね確かね。なのでよかったら食べてみてください。まあお菓子なんでね、食べ過ぎに注意ということだけ言っときますけど、そのバナナの美味しいですよね。カルディにも置いてあんだ。そうなんだ。そうそう、多分ね結構 あるんですね。そうなんですね。そうなんだ、そうなんだ。そう、これは美味しいですね。日本人にも合うと思いますね。カルディとアジアンスーパー。そうそう、よかったらね手に取ってみてください。これが一番推しというか要チェックですね。うん、そうそうそう。まあ単純に普通のね右下の砂糖まぶしたやつも、ただのドライタマリンのもすごく美味しいんですけど。ちなみに冒頭でも言ったんですけど、甘いのと酸っぱいのとありますので。この右上の普通 のお菓子として売られてるタマリンドをそのまま調味料に使うとちょっと多分酸味が足りないと思うんですね。なので、ちゃんと料理使うようなやつを使うといいかなと思います。はい、そんな感じでありがとうございます。そう、ちょっとチェックしてみてください。でもね一袋これぐらいの量でいいのかも、食べ過ぎちゃうから食べ過ぎちゃうから結構バナナに揚げてあるしね、カロリーは高いと思います。うん、もうほんと多分ね10個ぐらいしか入ってないんじゃないかな、一袋に。あっという間になくなります。うん、でも買ったら止まらなくなるので、うん、多分ねちょっとに買うのはちょっとにしといた方がいいかとは思いますね。はい、まあよかったらおすすめですっていうことですね。はい、あとねすみません写真がなくて載せなかったんですけど、タマリンドキャンディーっていうのも結構いろんな種類があって、これはこれで美味しいです。タマリンドキャンディー、なんかちょっと塩分添加されたのとか、普通のタマリンドとか、あとはそれこそなんか梅だったかなんか、なんかちょっと違う味が入ってるのとか、中にタマリンドエキスがこう噛むとドロッとタマリンドエキスが出てくるのとか、いろいろありますので、よかったらちょっとタイに行かれた時ね見てみていただけるといいかなと思います。はい、なんか質問に答えるよりこのおやつに関していろいろ語おやつが一番なかったんじゃないっていう感じですけど、まあタマリンドの使い方をね今日はご説明させていただきました。もしまたねなんか何か質問がありましたら、コメント欄とかに書いておいていただけると嬉しいです。DM でもね全然大丈夫ですので、ぜひリクエスト、なんかゆるっとインスタライブでね、リクエストこういうのやってほしいっていうのがあればぜひ受け付けておりますので、コメント欄とか手紙DM でね教えていただけたらと思います。はい、ということでですね、本日も終わりにさせていただきたいと思います。面白かったなとかためになったなと思ったらぜひぜひいいねボタンを押していただけますと、とっても励みになりますので、どうぞ押していただけると嬉しいです。はい、でこの番組ではですね、こんな感じでタイ料理にまつわる話とか、ハーブスパイスの話とか質問にお答えしたりとかしておりますので、よかったらご視聴ください。次回はですね明日の朝、9時、多分過ぎですね、9時10分15分ぐらいからまた始めたいと思いますので、よかったらご視聴ください。はい、あとすいません最後に、9月の、レッスン対面は結構埋まってきたんですけど、オンラインはまだ余裕ありますので、ぜひぜひオンライン、動画受講っていうのもありなので、オンラインね、ぜひご参加いただけたらと思います。オンラインレッスンはね、
基本的にはお家ですぐ作れるものになってますので、1時間でね2品作りますので、なんだろう、あのその日のね夕飯とかを一緒に作る形になりますので、ぜひまたあの見ていただけたらと思います。娘がタイに行くかもって言ってるので、買ってきてもらうの楽しみです。あ、いいですね、いいですね、ぜひ買ってきてもらってくださいね。タイもいろいろおいしいおやつがあるので迷っちゃうかもしれないですけどね、これはあのおすすめっていうか外さないと思います。はい、ということで、ではでは本日も終わりにさせていただきたいと思います。夜からねご視聴いただいてありがとうございました。どうぞ良い夜をお過ごしください。ありがとうございました。失礼いたします。ありがとうございます。